武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、時間120分で大問が4題、出題されています。4題のうち2題が現代文、1題が古文、1題が漢文という構成になっています。まず現代文に関して、2題出ていますが、1つがまあ一般的な国立の、現代文の問題、要は漢字の書き取りや、まあ内容説明、だったりという部分ですね。こちらが、中心に、なっております。で、大問には、意見論述なので小論文に近い、構成となっています。なので小論文の、記述練習、をしておかないとちょっと、辛いかなとは思います。なので、一般的な国立の対策として国公立標準問題集キャンパス、こちらは大問1の対策として、やっておく必要があります。プラス、現代文読解力の開発講座、こちらもそのキャンパスの前にやっておけば 大問1、2それぞれに対してある程度の対応はできるようになるかと思います。ただそれだけだと意見論述、自分の意見を考えを述べるという、部分に関しての対応が少し、難しくはなってきますので、こちらを対応しようとする場合は、小論文の、ものですね、小論文の完全攻略本や田村の優り語る小論文、これらを、使用して、意見を書く練習をしっかりやっておく、その上で過去問を触れるようにしてください。続いて古文、漢文に関しては、こちらはですね、内容説明、と、まあ、文法解釈問題、そして、口語訳や説明問題という形に、なっております。これに関しても、まあ、基礎の確認と、国立向けの、国公立標準問題集キャンパス、などで、記述練習しておけば十分対応できる。文章そのものはそれほど長くもなく、十分対応できます。漢文に関しても同様で、こちらも句法の確認、まあ、早覚え即答法などで確認した上で、まあ、国公立標準問題集キャンパスなどで、論述の練習しっかりやっておけば十分対応、できるかとは思います。で、まあ、基本的な知識があれば、あとは書きさえすれば点数になるようなものが多い問題構成となっておりますので、なんとなく書いて減点されるということがないようにですね、記述の練習をしっかりやっておくように心がけてください。以上が国語の勉強となります。